皆さん、こんにちは。ゆいチャンネルへようこそ。今回のエピソードでは、条件付きの幸せから無条件の幸せへということについて話をしたいと思います。前回のエピソードでは、えっと、まず自分が幸せになることを選択しようっていう話をしたんですけど、まず自分が幸せになることを選択するっていうのはどういうことかっていうのを、ちょっと掘り下げて話をしていきたいと思います。と、 まあ前回も幸せとは何ぞやについていろいろ語ったんですけど、今回もそれをもうちょっと深く、えっと、話をしていきたいと思います。幸せってのは、まあ今の私たちの社会では、多分、一般的には、例えば、いい大学に入れたら幸せ、いい会社に就職できたら幸せ、いい人と結婚できたら幸せ、まあ子供、 何かできたら幸せとか、まあ、何かをしたら幸せになるっていうのと、まあ、あとは、お金持ちになったら幸せ、家を持ったら幸せ、車を持ったら幸せっていう風に、何かを持ったら幸せっていう、な、なんか条件付きの幸せですね。何かをしたり、持ったりしたら幸せ。で、そのためには、例えば、日々、 うん、何かを我慢して、で努力をし続けて、成長して、改善をしてって、みたいな、なんか常に何かをしなきゃ幸せになれない。っていうのが、まあ、私たちのこの社会に生きているマインドセットだと思うんですよね。その、まい、固定概念というか、 まあ誰しもが当たり前でしょっていうふうに思っていることですよね。で、今日はそういう条件付きの幸せ、何かをしたら幸せっていうマインドセットから無条件の幸せっていうマインドセットにシフトしていこうっていう話をしていきます。無条件の幸せっていうのは何なんでしょう 私が思う無条件の幸せっていうのは、まあ、条件付きの幸せと反対で、何かをしなくても幸せ。何かを何も持っていなくても幸せ。っていうことですね。まあ、要は、なんか幸せのスタート地点を変えてみるっていうことかなと思います。そう。その、条件付きの幸せは、 幸せがゴールにあって、で、私たちがずっと走って走って何かをしながら走って、ゴールにたどり着いた時点で、はい、幸せですっていう幸せ認定をされるんですけど、無条件の幸せっていうのは、なんかスタート地点ですでに幸せが与えられていて、はい、幸せです。じゃあスタートみたいな感じで、で、スタートして、まあ、幸せですっていう状態で何かをしていく。 そう。幸せがスタート地点にあるっていうのが無条件の幸せかなって思いました。で、まあその状態で人生を生きていくと、まあ何もなくてもすでに幸せはあるんだっていうふうに認識できますよね。だから私は幸せになりたいじゃなくて、もう私は幸せ。で、そこから何をするかは私たち次第っていう感じで、 あの、まあ、本当の幸せは、なんか外側にあるんじゃなくて、自分の内側にある。で、それに気づいていく。もう持ってるんだ。っていう。もう私の中に幸せがあるんだ。っていう。で、それはもう、あの、将来なるんじゃなくて、もうある。もうずっと生まれた時から、ずっと幸せあったんだ。っていうふうに気づくことですね。 なんかそれが無条件の幸せかなって思いました。で、普通、これまでのなんか地球では結構なんかその人生どん底を経験すると、例えば、あの、大病するとか事故に遭う不幸な事件に遭うとかですね。なんか本当に人生どん底だって思えるような出来事を経験してから、 ああ、もう、このままで十分、この今が幸せっていう風に気づく方が多いのかなって思うんですけど、なんとなくこれからの2020年以降の世界では、なんかその人生どん底を別に経験しなくても、もう私はこのままで幸せ。生きているだけで幸せっていう、 ことに気づく人がなんか増えていくのかなって思います。で、なんか一番簡単にその無条件の幸せに気づく方法って、まあなんか私的にはヨガとか瞑想なのかなって思ってます。私も瞑想できる日に10分とか15分ぐらいトライしてるんですけど、なんかただ目を閉じて、 自分の存在を感じるっていうのが瞑想しながらや,やるんですけど自分の存在を感じることってなんか日常結構忙しくてねいつも頭とかマインドが外に向かってなんか考えてるじゃないですかなんかそれを一旦やめてただただ目を閉じて 自分がここに存在していることを感じる。自分の体をなんかスキャンしてあげるっていうんですけど、自分の体が今どういう感じかっていうのを、頭のてっぺんから、両腕から、胴体から足に、その意識を、意識のスキャンみたいな感じで感じ取ってあげる。 なんかそれを1日10分とか15分するだけで結構違うなって思います。そうですね。この2020年の12月22日以降、先生術的には風の時代に入ると言われているみたいです。これまでの240年間ぐらいが土の時代だったらしいんですけど、 土の時代の特徴がなんかそのピラミッド構造で権威社会みたいな感じだったのがなんか風の時代に入るとピラミッド構造が崩れてもっとフラットな横の関係になって個性の時代になると先生術的に言われているみたいです。ね、これが本当か どうなのかわからないですけど、なんかワクワクしませんか新しい時代来るんだ、と。いうことで、ね。先生術、私も前は全然信じてなかったんですけど、あの、あ青山さん、青山正秀さんかなが書いたと、理性の揺らぎとアガスティアの歯っていう、 本を読んでから、なんかその、人間の運命とか、先生術って、実は、当たってるのかもしれないと思うようになったので、そうですね。この、今年の12月22日以降来る風の時代、ちょっと楽しみにしています。 ていうことで、今回は、えー、条件付きの幸せから、無条件の幸せ。これを感じ取ってみようっていう話をしました。なんかこの無条件の幸せを感じれると、なんかまず自分が幸せになろうって話がしっくりくると思います。幸せだっていう、 ふうに決めることができると思います。だって幸せはそもそも自分の中にもうあったんです。それに気づくか気づかないか、それだけの問題なんだと思っています。ね、幸せになるために別にお金も、まあ、お金は最低限はいると思いますけどね。この三次元の世界に来ていると。でも必要以上にお金持ちになる 必要って実はあんまなくて、特に日本で生活してると、もうインフラとかもすごい整えられてるし、行政サービスも警察も、街も安全だし、で空気も、ね、水も綺麗だし、だから、それだけでもうめちゃくちゃ幸せだなって思います。なので、幸せになるために、 なんか家がないと幸せになれないとか、そんなことないんじゃないかなって思います。車もな,ないと幸せになれないとかね。まあ究極的にはなんか結婚とかもね、結婚子供をしてないと私は不幸だっていう考えも別にそんなことなくて。うん。なんかその、け このパートナーがいなくても、もともと自分の身の回りにいる人たち、自分の親、自分の兄弟、自分の友達、自分の同僚、大切な人たちいっぱいいますよね。なんかそれが、その、異性のパートナーである必要って別にないと思ってて、 なんか自分が大切にしたい人が自分の周りにいる。それが幸せだと思って、それがたまたまその異性のパートナーだったらそれでいいし、それがなんかその友達とかだったらそれでいいんじゃないかなって思うんですよね。それって多分男女の恋愛の愛じゃなくて、なんか博愛みたいな。 人間愛みたいな愛だと思うんですけど、なんか本当の愛ってそういう愛だと思うんですよね。だから、そう、別にこれをしたら幸せとか、なんかそういう条件付きの幸せで、さらにその条件で他人をジャッジする。なんかあの人はまだ、いい仕事についてないから、<laughs> 私の方が幸せだとか。 なんかそういうの本当にバカバカしいですよね。みんな生きてるだけで価値がある人間だし、幸せな人間だし、それをね、なんかあの人の学歴はどうだからとか、あの人は結婚してないからとか、なんか本当そう,そういうのでジャッジするのってもう本当終わりにしたいですよね。年齢もしっかりですけどね。なんかもう、 あの人はおばさんだからとかほんとどうでもいいなって思いますはいじゃあ今日はそんな感じで条件付きの幸せから無条件の幸せに気づいてもう幸せがそこにここのこの中にあったっていうことに皆さん気づいてみましょう瞑想してねってことではいありがとうございましたバイバイ